はい、毎度こんばんは、秋元でございます。ということで本日もまたまた晩酌の時間がやってきましたね。ということで久しぶりのお鍋、そうだね、今日もキンキンにビール冷やしていた。あのグラス冷やすの忘れてや。ということで、ね、いっとこうね、え、うまそううまそう。ではでは本日も早速ビールで乾杯しましょう。乾杯、お疲れ様です。あー、うまいね。うん、ということで今日は久しぶりのお鍋というか、まあ、しゃぶしゃぶ、あのね、分かるようにお野菜こんだけ、白菜に菊菜ね、それと椎茸、まあ種類は少ないんやけども、ちょっと多めにこうでいいだ。それだけは牛肉のしゃぶしゃぶでございます、これね。でやっていくんやけれども、でなんでしゃぶしゃぶになったんや言うたら、これこれごまさ、ごましゃぶのね、このタレでお肉食べたかったやん。だから、うん、そやな、やっぱり最近しゃぶしゃぶやってないなと思って、ようよう考えたらさ、しゃぶしゃぶ最近やってなかった。だからしゃぶしゃぶしようかな思って。ということでね、どっちのタレでいこうかしら。まあええか、こっちのごまだれはこっちでよか。よっしゃ、ごまだれね、で入れて、ほんで今日はポン酢ね、ポン酢の方を用意してます。ポン酢もチャラッと入れて、で今日はまだまだね、大根おろしあるんやけれども、よっこいしょって、ちょっと遠くに置いとったから取らへんかったけど、この大根おろし使いましょう。あの簡単なやつね、簡単なやつをチャラッと開けて、大根おろしね、たっぷり入れてください。えいよー、まあまあ半分ぐらいでいいかい。それといつもやったらここにね、一味か七味入れるんやけど、今日はあえて風味を生かすために山椒、山椒をチャッ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 と、このぐらいね。今日はこのタレ2種類、これでやっていこう。ということでね、早速やっていくんやけれども、で小さなね、あのアイガモロース、スーパーマンダイさんの売っとったから、アイガモロースこれできた、ちっちゃいやつ。ということで、まずはこのちっちゃなアイガモロース、これね、いただきます。いただきます。うん、やっぱうまいな。おいでみる。ダメな。うん、ということで、ちょっとね、この辺卓上整理して、で、今日はね、もう昆布っていうか水だけでもよかったんやけど、一応昆布入れとったんで、昆布を一応もう出します。でね、まああとはもう味付けも何もしてないんで、もうそのままやるんやけれども、さっきね、ちょっとこの硬い野菜の硬いね、白菜の硬いとこ先入れとこう。このね、硬いところ、なかなか時間できへんよな。んで、ちょっと野菜もな、食べんとね、やっぱ野菜食べて皆さんにね、心配されますやんか。ということで、それとね、椎茸好きなんよ、椎茸。それと、最近食べてなかったけどね、菊菜、これ結構私好きなんだわ、菊菜。そんなこと聞くな。違う。またしょうもないこと抜かしがってこのおっさんって思うよ、思わんといてよ。本日もお付き合いくださいや。よっしゃ、そういうことで、ねえ、久しぶりのこの水炊きだわ。水炊き、あ、しゃぶしゃぶやな。うん、でもしゃぶしゃぶでもさ、牛肉でしゃぶしゃぶって最近やってなかった。カモロースうまいな。うん、ハーフサイズみたいなのが何だっけ、200円やったかな、取って。カモうまいわ。うん、うまい。ちょっと風呂出たところやから汗出てきた。おいでみる。あー、めえな。なかなかちょっとできへんかな、入れすぎか。あ、その前にちょっと軽く菊菜食べようか。菊菜ちょっと食べるの好きやって、菊菜ね。こんなんもう、なんていうの、ちょっとお湯にゆすぐというか、軽くしならせるだけでいけるんちゃうか、菊菜は。結構ね、菊菜ってさ、僕子供の時は苦手やったんやけども、ある時境にさ、このお鍋に菊菜って欠かされへんよな。菊菜をね、ポン酢で食べるの好きやね、僕。菊菜は、お肉は今日はごまだれですけどね。ということで、まずはお野菜、菊菜からいってみましょう。なんで大つけねで。菊菜もな、久しぶりやわ、この食感。いただきまーす、菊菜。うん、
このキクネの食感たまらんね。でこのちょっと軽くこのキクネの匂い香り、これもうまいわ。久しぶりのキクネうまいな。うん、もう一回キクネいっとこう。キクネな、もう軽くこんなん、もう、ゆすぐというか、もうほんまに軽く湯通するだけでいいから。お前しゃぶしゃぶで肉食おうか言うてるのに、なんでお前キクネばっかり始めとんねんって言われるよな。よし、いっとこう。キクネね、うまいわ。この酸味の効いた、でこの山椒が効いたタレ、うまい。うん、今日はめちゃめちゃヘルシーやろ。まあもちろんね、肉は買うたんだけど、やっぱり前に何回か言うたか分からないけど、野菜食べたくなったらっていうか、野菜を食べるにはやっぱりこうお鍋最高。ビール、なかなかさ、あの焼き肉とかやったかって、なかなか焼き野菜言うてそこまで野菜焼いて食べへんやんか。だからほんま、うん、あのお鍋はええよ。ということで、ちょっとぼちぼち、ほんな本領発揮でいこうかね。えちょっとしゃぶしゃぶ見てみて、おいしそうな肉やろね。えちょっとね、しゃぶしゃぶ用というよりもちょっとこれ分厚めの肉かな、こうできたんだから。だからちょっとこう軽く炙ってるじゃない、しゃぶしゃぶやってな。しゃ、もうええ、もうええやろ、このぐらいでいけるんじゃ。しゃ、軽く軽く、あかあかあか、おるおる、落としちゃうか、持ってない持ってない持ってない。で、ごまだれ、いっときましょう。いっときます。チャラッと、ほら、いただきまーす。うん。やっぱり豚しゃぶとかとは違うね。牛肉のこのちょっと半生っていうかな、まあ半生まではいけへんけど、ちょっと軽くピンク色が残ったやつをごまだれで食うとうまいわー。ちょっと最近焼き物が続いとったやんか。だからね、焼いてばっかりもええかしらんけど、ちょっとなんかないかなーとか思って考えとったら、そういうたら鍋やってなかったなーとか思ったんで、もうちょっとこの辺もぼちぼちいける。白菜の、ね、根元っていうかこの、下のところ、ここもね、火が通ったら柔らかなるもんね。もうちょっとかな。うんうん、ね、野菜ちょっとどんどん入れとくか。小さなっていくからね、野菜は。あち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 って、あちって、あちいですがな、あちいですがな。シャ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 。で、あ、そうや、キクナ、キクナもう一回いこう。キクナな、ほんまキクナ好きやわ、私。うん、まあ白菜とかもええんやけど、ほんまキクナのこの軽くこの煮込んで食べるこの食感っていうかな、このほんまね、酒のあの晩酌っていうかな、あの酒の晩酌って、それは酒は晩酌やね。え、お鍋料理にキクナって合いますよね。キクナ嫌いな人いてます？まあそんなこと、キクナって言わんといてや。キクナね、お店でも結構キクナ出てきますもんね。うん、うまい、ビール。あ、さっきからこのしいたけ入ったらへんか。しいたけ、しいたけ、しいたけもポン酢、ポン酢でいただきます。やっぱ野菜が食べれるのがええな。うん、で、肉いっとこう。醍醐味の肉、今日はね、牛肉ですよ、牛肉。牛しゃぶ、しゃぶっていうか、そのそこまでの薄い肉じゃないからね。まあしゃぶしゃぶになるのかどうかわからないけど、まあ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 、とりあえず軽く煮込んでいただくスタイルやな。このぐらいでやろう。あんまりね、煮すぎたら硬なるからね、もったいないな。久しぶりのこの、ほら、ピンク色、久しぶりのお肉やのに、これにごまだれたらっとこうつけていただこう。うん、あ、うまっ。うまい、ビル、うまいな。ちょっとあの何、
お湯加減、お湯加減ちょっと、何弱めとこうか。あんまりな、やすぎたらそのお湯が沸騰しようとなくなってくるから。で、野菜か。もうこの白菜の白いところっていうの、下のところ、色ついてると思うよな。どうやろ。で、これ、何ていうの、ポン酢に浸して、何かな、ちょっとしばらく置いてたら旬やんか、味が。これまたうまいな。うん、一番いい仕上がり。めちゃ柔らかい。うん、ああ、もうその真冬じゃないから、さすがにさ、何ていうの、なんぼ部屋におってその涼しい環境にしてるっていうかな。まあ最近の寒い日もね、たまにあるからね。まあまあ寒いっていうほどまではないけれども、たまに夜風が寒いとかあるやんか。夜風が寒いとか夜風が涼しい時な。まあそんな時もあるからな。そのなんていうの、まあエアコンまではつけてへんけど、室内一応ええ感じやけども、それでも暑いって鍋やっとったら、うん、暑い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 、うん、いっとこ。うん、うまい。うん、ビールなかった。ビール取ってくる。そうだ、今ビール取ってきたんで、ブシュッと開けて入れときますかね。ちゃらっと、ええ感じやね。しゃ、ちょっとこっちずらす。ちょっと画面の映りが悪いみたい。ちょっと今日ちょっとカメラが、こっち寄ってしもうだな。ね、まあええ感じやねんけど。で、野菜とか、白菜、白菜、白菜しいたけ、にんじんって前にも言うてるって。野菜な。ほんま野菜食べるには、鍋が一番やわ。野菜って、鍋が食べやすいよね。まあ焼きそばとかやったら、ね、キャベツとか焼いて食べるか知らんけど、あんまでも焼き料理で野菜って食べることないやんか。ねえ、いろいろ考えて、焼いてるもんで野菜って食べる？焼いてるとか、まあ、炒めるもんやったら、まあ、中華料理とかね、そんなんはあるけど。うん、うまい。うん、白菜うまいな。もうないやないだ。白菜みんなと、みんなとってもらえ。うん、ええ感じ。よし、ちょっと火力を強めて。で、あ、椎茸だ、でも椎茸。椎茸な。椎茸ちょっと2つほど入れといて。ほんで、ちょっと菊菜炙る？菊菜ちょっと炙ってみる？炙る、ちょっと手取れへん。この炙るぐらいでいける？そやな、そんなに、さすがにあれかな、ね、熱湯というか、つけるだけでは無理か。できへんか。やっぱ沸騰させると無理かな。ちょっとこう、ほっとこうか。で、ちょっと一煮立ちしたところを、すくい上げよう。うん。そうでね。白菜が、白菜やな。うん。ちょっと、大きめに切ったら、買うことあるわ。うん。でもこのポン酢と、一味じゃなしにさ、3種類だよか。ええ風味するわ。熱い、うん、これで、でよ、あー、うめえな、うん、ねえ、ちょっと隠れとったから、ビールがちょっとほんまに。で、しゃー、ええ感じかい。もう一煮立ちする。あ、この上でええか。あ、ええ感じで、あ、ふにゃってるわ。よっしゃ、ええ感じでふにゃってるから、まずは菊菜いただきましょう。菊菜ね、あんまりこういうのでさ、やらかしすぎたら歯ごたえのうなってくるからさ、やっぱりシャキシャキの歯ごたえ残ってるのうまいやから、うん、
このおっさんになってきたからわかるよ、このこの菊菜の青野菜特有のこの風味っていうの、ほんま残ってて、ほんで油パリパリ食感で、パリパリまではいけんけど、あのシャキシャキ食感が残ってんねんな。ほいでそこに何だろう、それがまあお湯で茹でるから柔らかなるやんか。ほいでそれをまたポン酢で食べる、うまいで、うん、うまい。ちょうどもうぼちぼち沸きそうかい、この辺のちょっと邪魔な白菜さん、ちょっとどいといてもらおうかね。で次沸騰したらお肉いこう。うん、野菜もな、ほんま最近野菜食ってなかったよね。え、なお惣菜ぐらいだったら食べるか知らんけど、うん、うまい、うん、あっけっ、うめえ、ええ感じの沸騰してきたな。ってことで肉いこう。あのいつもやったらさ、肉取るお箸で分けてるけど、これはもうな、沸騰させるからええかなと思って、ちょっとこの入れて煮沸、箸も一緒に煮沸するねえ、ええ感じで、軽く色変わったところで揚げる。このぐらいがちょうど私好きな食べ頃なんですよ。うわー、軽くこのちょっとピンク残ってるのがええわ。いただきます。うまいねービール。うまいわー。もう椎茸とかええ感じ、この辺椎茸なんかもな、もうええ感じで柔らかなるからね。椎茸ふにゃらしてもめちゃめちゃうまいもんな。で、あとはちょっとそやな、ちょっとこの白菜の柔らかいとこ、柔らかいとこもちょっと先入れとくか。柔らかいところなんかはそうそう時間かかれへんとこやね。ねえ、で白菜入れて、で、せやな、白菜さっき食べてからにしようか。キクナ、白菜とキクナどっち好きですか。どっちも欠かされへん食材やね、あの鍋やったら熱いって。この汗かきながらこうタオルでこうやりながら食うのもたまにはいいと思うへん。で冷たいビール飲んで、うん、わあ沸騰してきた、えがい、まあ、ええ感じ、ええ感じ。こっちがちょっと先の白菜柔らかいやつあるでねえ、これもそうか。でこの椎茸ちゃん、あ、椎茸はごまで食うたらどうやろ、ごまだれちょっとこのごまにすくうって食べると、どこ、うまい、うまいけどやっぱあれやな、野菜はやっぱポン酢やわ、うん、僕ね、前なんかにもあの菊菜ね、前なんかで言うたら知らんけど、あのどっちも必要なたあの派なんですよ、あのタレは、うん、欲しい派なんですよね、どっちも。結構前聞いた時はポン酢派が多かったやんだかな、どうやったっけな、あの時僕はごまだれなかったらやっぱり結構ね、あれなんですよね、欲しいんですよ、ごまだれが。もうこんなもんでええと思うね、菊菜はこのぐらいがベストやな。あ、ちょっと湯切りやって、ダイブ、よっしゃ。で、ちょっとさっき白菜いただいておこう。うん、しいたけ、あー、うめ、あーうめ、熱っ、うん、で大好きな菊菜、うん、ほんまええ風味するわ、ビール、うめえな。でこれが柔らかいところの白菜やな、もうこのぐらいで人に立ちしたらええと思うね。昔はね、子供の時はほんまこの柔らかいところクスケって白菜で、あの白いところあるやん、硬いところ、
あれはほんまどっちかで苦手やって。でもせやな、逆転まではしたとは言えへんけど、やっぱり大人になっていったらこっちより、あの下のこっち、あの下の方な、下の方がなんかやっぱ好きっぽくなってきたね、うん、これもやっぱり大人になってきたんやろな、うん、とこうん、ほんま今日は何も大した話も何もあれんけどそういやさ、最近ちょっと何ていうの、外出するのもさ、規制が緩くなってきてるから、あのね、ちょこちょこは出歩けるようにはなってきてるけれども、よっしょ、取れるか、いっとこ肉、肉ね、ちょっとこの簡単に、そんなにね、私この肉の出すタイミング、このぐらいやな、これや、よっしゃ、これで、この色の肉見て、ほらほら、この色の肉、素敵な色や、どうやね、このピンク色、ピンク色にごましゃぶつけていっとこう、いただきます。決してこのごましゃぶのタレもさ、あっさりとは言えへんねんけど、今まで結構焼き野菜とか、あの焼き野菜とか焼くのんとかの焼肉とかステーキやっとったから、タレがちょっとしつこいやんか、だからドカッとする感じやったけども、やっぱりこのごましゃぶもうまいな、ちょっとついでにそうやな、次はあのせっかくやからポン酢でもいってみよう、ポン酢で肉、ポン酢で肉、よし、軽ーくしゃぶしゃぶってやって、こんなもんでやろな、やりすぎてあかんから、でポン酢に浸してとこう、あ、ネギ入れるの忘れてんや、今頃ネギ出すの忘れてるわ、うん、こっちはあっさりしてんな、そうか、なんかあの彩りが足らんかな、またネギや、ネギ忘れてるわ、もうせやけど、ええわ、次行こう、ネギ明日また何か使うわ、うん、忘れとって、ビール、あーめえな、うん、そうだね、え、今何か入ってる、あれ何も入ってないの、あれ何も入ってないやん、あれれれれれ、なんかちょっと白菜入れようか、白菜よ、白菜入れて、しいたけも入れようか、しいたけ入れて、ちょっとこれで煮込んどく、もうな、キクナがあれへんわ、キクナもうこれ最後のキクナやな、最後のキクナもなんか塊が入ってるんか、大丈夫か、このぐらいでもうええかな、キクナ、せっかくやからさっきちょっとキクナだけいただこうか、もう何も残ってへんかって、キクナもな、結構キクナも結構値段したんちゃうかな、198円か200円ぐらいしたの、野菜もないやだけど高いよな、うん、それでちょっとあれやな、アク取りしとく、アク取りな、アク取りしといた方がやっぱり牛肉やからさ、ちょっとこのアク出てくるよね、これ豚肉とかやったら豚肉も出るかな、でも少ないんか、やっぱり牛肉ってこの何こういうアクが出る要素が多いんかもしれんね、しゃ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 、もう太すぎだ、野菜は沸騰したらもう食べれるかな、いけまっか、柔らかいところをひかひかくで良かったからな、ちょっとポン酢を入れ替えたから、よっしゃ、美味しくいただこう、うん、うまい、うん、椎茸な、椎茸好きやわ、椎茸好きですか、椎茸嫌いな人あんまおれへんのじゃん、ちょっともう最後やな、椎茸で白菜もちょっと必要なところで、大きいでしょこの白菜、切り方がちょっと大きくなったけど、あれさっき食べへんかったら下にあれか行ってまうな、まあええか、
うん、まあ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 、そこはそれはそう、それはそれで置いといて、で、あ、ビール、ビール、これビール。でも、ぼちぼち外を出れるようになったらどこ行こうかな、どこの見に行きたいかな、やっぱり、やっぱり南かな、難波かな、どうやろ、天満とかいうのもええしね、ほんま結構出歩きたら出てくるわ。今営業時間があれ居酒屋さんでも何時になってないっしょっけ、 10時までなったんやったっけな、ちょっと詳しいあれはそこまで見てなかったからあれやけどもね、ほんまに、まあそやけど一時さ8時までやったっけな、7時か7時か8時までやったんやか、あんなんやったら居酒屋さんももうかなわんな、うん、まああの時はさすがに僕もね行けへんかったけど、7時で帰ったかってどうすんねんやってのがあったから、うまい、おいしい、あ、もうないぞ、あ、ないわ、ちょっとなんか撮ってくる、いや今撮ってきたけど久しぶりにこれ あったわ、氷結ストロング、これレモンですか、 9% 氷結ストロングのダブルって書いてあるね、ダブル、これいつ買うたんや、前に買うとったかな、ちょっと開けて、ではもうこれ開けといて、よしこれでいこう、氷結ストロング 9% 結構酔いますからね、皆さん飲みすぎに注意ですよ、いっときましょう、レモン、え、レモンサワーストロング、あ酒やわ確実に酒やね、あ、ええ感じ、見えてる、見えてるね、見えてません、ちょっとあのカメラちょっとこっち振りすぎたな、うん、そうだよ、ちょっと待って、このこれ何入ってる、野菜か白菜か、ちょっと白菜煮込む前にあのさっきこれいっとこう、肉肉肉肉肉ね、肉軽く、ほんまこの家で好きにやって、この自分のこの好みぐらいで出せるからな、まあ店でも出したらいいんやけど、うん、このぐらい好きやわ、牛肉ね、ほんまは牛肉でもね生っぽいのはいかんっていうふうに聞くけどな、ついついやってまうわ、いただこうごましゃぶ、最高、うん、焼肉とかがまあ続いてたわけではないけれども、結構焼肉やっとったから、あの焼いた肉の感覚が口の中に残ってたけど、この煮込んだ肉の食感ええー、ね、これで見る、あ、ビールちゃうわ、氷結やということで、じゃんじゃん行こう、何が入ってる、まずこの野菜は揚げる方がええかな、あ、いや、そうか、野菜ちょっと揚げてポン酢の方に入れとくか、ポン酢の方にな、でこうちょっと味を染み込ませてもええな、これ久しぶり登場でしょ、タジンポットやったかな、タジン鍋やったかな、なんかいうやつやね、うん、久しぶりね、一人鍋さ、一人鍋するのにええでしょ、この大きさそんなにね、あの奥行き深さはそんなないね、だってこのぐらいやから、ほらほら、奥行き深さこんなもんやから、でもこの一人で何やった、ミニグリルプレートもええけど、これほんま一人で鍋するのもええやろ、でここに見えへんか、見えへんだけど おつまみついたね、つまみね、で大中小あの調整できるから、これはこれで面白いよ、うん、でカレーの紹介でした何の紹介やねんって、うん、しゃ、いただきます、うん、あっさり美味しく野菜をいただけるね、今日はほんまにヘルシー晩酌でしょ、どっちかだね、氷結ビールみたいにガブガブ飲まれへんわ、なんせアルコール分 9% やからねえ、じゃんじゃん行こう、じゃんじゃんええ感じで沸騰してるやんか、ねえ、お肉いっときましょう、ほんま今日はほんまこの味噌ごまだれのお肉が堪能したかって、もうほんま今肉しか入ってないからね、しゃぶ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 ってやって、よし、こんなもんか、
この裏やな、ベストタイミング、ベストタイミングやったらな、柔らかくなんねん、お肉が、うん、ほれ、色になってないこれ、ただこう、ああ、うまいわー、うん、ちょうどこのまんま、ごまだれ、拭いたかったから、ほんま、大満足やわ、今日は、ほんま、ビール、あ、ビールじゃん、氷結。ダメ、うん、たまりませんな、うん、あら、もうないぞ、ああもうないぞ、結構やっぱり、氷結はね、ほんま酔いますよ、これちなみに、え、これ何パーやった、これ 4パーですよ、これ 4パー、うん、4パーなんですけども、で、これが 9パーですからね、9パー、これ何やったっけ、リキュール、リキュールちゃうわ、なんかジン、え、ジンかオークかなんか入ってるね、だから、チューハイではない、え、チューハイなのか、チューハイじゃないよな、ということで、ほんま、これは酔うのにご注意くださいということで、ね、飛びましょう、行ってみましょう、あ、野菜買ってね、野菜な、椎茸と白菜一緒にいただこう、うん、うん、うまいな、ほんま久しぶりにこの野菜食うたよ感じやわ、もううまい、もうね肉もそうそうないから、ちょっとこの切れ端ちょっと、これはちょっとポン酢でいただこう、ポン酢ではな、もったいないか知らんけど、ちょっとこの切れ端をポン酢でいただいて、ポン酢でお肉、ポン酢でお肉もあっさりいただけんねん、うん、でも僕はやっぱり肉はこっち、ごまだれ派やわ、これごましゃぶ派、これどっち好き、僕このごましゃぶ派食べたことあります、まあ、食べたことはみんなあるんか知らんけど、うん、これうまいわ、今日はほんまこれでお肉食いたかったから、ほんま大満足の晩酌やね、うん、それでちょっとね、シャーっとしゃぶしゃぶってやって、色が変わるぐらいでもう揚げる、よし、もう揚げる、しゃあこのぐらいがちょうど今ベストちゃうかな、これこのベスト、この色、この色がベストやね、しゃあたっぷりとこのごましゃぶつけていただきます、うん、一番最高の仕上がりやな、めっちゃ柔らかい、まあ柔らかいっていうことはそれなりに何やろ、レアになってるからあんまええことないんやろうけどな、お前はよく湯が焼かんとっていうか、よく湯がかんとあかんと思うよね、うん、ついつい私好きやから、あーめー、ということでもうほんま肉ももう最後や、ああこれ最後、最後のほんまこの肉、牛の肉のしゃぶしゃぶ、それをごまだれでいただきたかった、うん、っていう動画ですよ今日はだから決してなめちゃめちゃ豪勢じゃないと思うんやけど、よっしゃ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 、もうもうもうやりすぎた、赤赤赤、このピンク色やね、ピンク色、ピンク色ね、これ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 、ピンク色にくぐらせて、これが食べたかったんや、いっとこう、うん、うまいな、大満足やね、うん、焼肉の口になってたんがようやくしゃぶしゃぶの口に戻ってきたわ、ようやく、あー大満足やな、うん、ほんまに家にあったこのごましゃぶのごまだらのね瓶を見て、あー今日はしゃぶしゃぶでごましゃぶで肉を食いたいなとか思ったわとか思って、もう大満足やわ、まあ季節外れのしゃぶしゃぶか分からんけども、でも焼肉もせやねんけど、しゃぶしゃぶもさ、どっちかって季節外れっていうか夏でもするやろ、まあ夏やったら冷しゃぶっていうのもあるけども、でも何だろう、
たまにはバリエーション変えて暑い時にまあ、まだ暑いというか夏でもなってないけれどもだんだん暑くなる時に暑いもんで晩食っていうかなご飯食べるのもええと思いますんでね、また気が向いたら明日お鍋でもやってみたらいかがでしょうか。ということで本日もね晩酌動画お付き合いいただいてありがとうございました。ということで皆様のコメント高評価特にチャンネル登録皆様に広げてくださいね。このおっさんちょっとでもこの皆様の交友関係で広めてくださいということで本日の晩酌この辺で失礼したいと思いますんで皆様おやすみなさい。ということでバイバーイ。